とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。装備の良い悪いの判断が早いと思うんですけども、何かコツみたいなのはあるんでしょうかということですね。厳選するときに、エンチャントのね、ランキングみたいなのを決めてるんですよ。自分の好みのエンチャントはこれだっていうのを。で、それを、大体作ってて判断してる感じですね。ということで、今日は、俺の個人的な好きなエンチャントから嫌いなエンチャントですね。5段階に分けて、評価してみました。とりあえず、それをやっていきたいと思います。今日は武器です。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。さあ、それでは好きなエンチャントランキング行ってみましょう。ランク1からランク5までつけてみました。ランク1が、良くなくって、ランク5が良い方ですね。ということで、まずはランク1です。俺の中でランク1だと評価してるのがこちらです。チェーン、そして村人の破滅、強打、凍結ですね。実際のところね、チェーン以外は、まあ、使い道はあると思うんだよね。チェーンが実際のところランク1。だけども、一つだけじゃちょっと少ないかなと思って、この3つもプラスで入れてみました。まあまあ、好みだと思うんだけどね。村人の破滅は、まあ、こいつらが出てくるところではすごく使えるし、強打はゾンビしか出てこないところだったらいい。まあ、凍結も好きな人は好きっていう感じですけども、まあ、俺の中でのランキングはこんな感じですね。はい。まあ、もう一度ね、言っときますけども、個人的な意見です。俺はパクチー好きなんだけども、パクチー嫌いな人いるよね。ベトナム料理なんてすっごい嫌いっていう人いるけど、俺は大好きなのよ。そういう感じです。まあ、とりあえず、この4つがランク1っていうことですね。さあ、それでは好きなエンチャランキング、ランク2に行きましょう。ランク2はこれです。エコー、毒の雲、アイテムボーナス、待ち伏せ、スタン、非属性ですね。これが俺の中でのランク2です。使える装備の時は使えるやつがありますよね。スタンなんかは、スイフトストライカーとか、あと、シメグみたいなね、攻撃速度が速いやつとは、まあ、マッチすると思うんですけども、俺はあんまり好きじゃないんですよね。あんまり好きじゃない。で、待ち伏せも、なんだろうな、自分をターゲットにしてないやつにダメージが上がるんだけども、ちょっと条件が厳しいくせに、45% しかダメージが上がらないっていうので、ちょっとないんじゃないかなと思ってます。で、エコーは、星なき夜に着いた時すごい好きなんだけども、他に着くと、あんまり意味がないやつとかもあるよね。なのでこんな感じです。毒の雲と火属性は、まあ、ランク1でもいいかなと思ったんだけども、まあ、ちょっとはダメージ取れるんで、一応2ぐらいにしてます。アイテムボーナスは、3に近い2だと思ってください。はい。ランク2は、この6個ですね。それでは、好きなエンチャランキング、ランク3、行ってみましょう。ランク3は、これですね。結構多いです。球根、採掘者、弱体化、凶暴化、爆発8、鋭利、衝撃波、旋風、雷、痛みサイクル。まあ、こんな感じですかね。まあ、ついてたらついてたで、OK ぐらいの感じです。まあ、装備によってはすごくマッチするやつもあるんだけども、まあ、俺の中ではこれが普通ぐらいって思ってるやつですね。まあ、装備によっては、もちろん、ものすごく合うやつもあるし、全く合わないエンチャントっていうのも入ってるんですけども、まあ、俺の中でのランク3は、こんな感じですかね。さあ、それでは次に行きましょう。好きなエンチャランキング、ランク4です。4はこれですね。7個です。
アーティファクトシナジー、アンチャンティング、ガードストライク、吸血、重力、輝き、流れ込む魂。なんか今見てみると、補助的なやつが多いね。補助的なやつ。まあまあ、全部攻撃的なやつじゃなくって、何か一つ補助的なやつを入れてると安定感が増すので、まあそれもあってこういう感じにしてると思います。アンチャンティングはね、人によっては、ランク1か2の人も多いと思います。まあ、最近、高難易度をやることが多いので、高難易度って、エンチャの敵ばっかなんですよ。なので、アンチャンティングがかなり有効になるので、最近俺の中でランクが上がってきたっていう感じですかね。あと重力ね。重力も、まあ3ぐらいだったけども、今はね、結構、上がってきて、ランク4かランク5ぐらいにあると思います。重力はね、ほんと重要だなって最近すごく思う。はい。ランク4が、とりあえずこの7個ですね。それでは、好きなエンチャントランキングラスト、ランク5ですね。もうこれ最高に好きっていうやつが、これです。5個あります。虚無。追い打ち、リフレッシュ、クリティカル、ダイナモですね。もうこのエンチャントは、まあ、どの武器についてても、OK かな。前はね、リフレッシュよりも輝き派だったんですよ。でも、最近はもう断然リフレッシュ。やっぱり、ポーションバリアがないと、進んでいけない場所っていうのが結構あるので、輝きよりもリフレッシュじゃないかなっていう風に思います。で、ダイナモも、前ランク4ぐらいだったんですけど、ランク5だね。ダイナモはあって損がない。だって1回回避するだけで、263で66万かな。ダメージが上がるのよ。66万だよ。かなりでかい。で、ボスなんかはもう20まで貯めて一発攻撃すればもう超ダメージなんで、ダイナモは、もうランク6って言っていいぐらい好きですね。ダイナモと、リフレッシュは。でも6は作ってないので、とりあえずランク5、この5つですね。それでは本日はコメントありがとうございました。今日は好きなエンチャントランキング、ランク1からランク5まで発表させていただきました。何度も言うと思うんですけども、これ、好みです。エンチャントは人それぞれ好きなやつがあると思うんですけども、俺はこういう感じということですね。まあ、どれぐらいの好みかっていうと、俺は死ぬ前にトムヤムくん絶対食べたいんですよ。死ぬ前に食べたいもの、そうだー、トムヤムくんっていう風に言っちゃうんだよね。でもトムヤムくん嫌いな人多いじゃないですか。まずパクチーが嫌い、俺パクチー食べれないよっていう人いるけど、俺は大盛りにして食べたい。それぐらい好きなんですよね。まあそれぐらいの好みです。なんかわけわからんくなったんですけども、そういうことですね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。